はいどうもこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。横川直隆さん、 FWJ の大会に今年出ません。はい、終止符打たれました。ありがとうございました。なぜね、リフトと契約したのかという話もしておりましたが、エドワード加藤さんと仲がいいから。まあ、ここに関してはね、横川さんってもともとエドワード加藤さんの、まあ、ジムというか、まあ、そこで働かれてた経緯があるので、まあ、普通に今も友達みたいな感じで付き合わせていただいてて、まあ、協力したいからっていうようなね、話をされてました。全部ね、横川さんの YouTube ですでに流れている話になりますので、まあ、このチャンネルを見ている皆様はですね、あ、知ってるよっていう方の方が多いんじゃないかなとは思うんですが、まあ、ハトクマのチャンネルでもですね、横川さんがまず IFBB プロに、ま、興味を示されまして、で、まあ、クラシックフィジークもいいなということで、ボディービルからの転向みたいな話もね、されてまして、うわ、これは一大ニュースだぞって。まあ、横川さんが IFBB プロに興味を示された、まあ、理由の一つとしては、もともとエリートプロっていうね、プロなんですよ、横川さんって。ただま、そっちの団体では大会に出ず、もうプロカードは更新されてないのかなっていうところで、もし IFBB プロも取れば、日本人で唯一この二つのプロ団体を、まあ、持っている選手、まあ、になった選手、ということで、まあ、興味あるな、みたいな感じだったんですよね。で、まあ、日本で IFBB プロにじゃあなろうとしたら、基本的には FWJ の、まあ、リージョナルコンテストに出て、FWJ が主催するプロクオリファイに出る。これがま、必要になってきます。まあ、今年に関してはね、またマッスルコンテストジャパンが復活したので、まあ、こっちはね、FWJ とはまた関係なく出れる大会ではあるんですけど、まあ、有名なとこっていうかさ、まあ、いっぱい開催してるのは FWJ じゃないですか。じゃあま、そっち出るのかなって。で、そのタイミングで、エドワード加藤さんと、ま、リフト契約されたから、お、これはどうだみたいなね、感じで、まあ、ハトクマみたいな外野はね、騒いでおりました。がですね、終止符を打たれました。出ないということで、まあ、それ以上でもそれ以下でもないんですけれども。ただですね、横川さんが一生 FWJ に出ないとも言ってないですし、まあ、ステージでね、やっぱ見たいじゃないですか。まあ、その、極論を言ってしまえば、もちろん IFBB プロになる横川さん見たいですけど、クリス・バムステッドと並ぶね、横川さん見たいですよ。だって、この筋肉ですよ。このプロポーションですよ。間違いなくクラシックでも評価されるし、めっちゃ映えるし、この筋量があれば、もうプロに、もうなって、オリンピア出場もね、狙えると思うんですよっていうことで、まあ楽しみなんですけど、まあ極論を言えばやっぱステージにまた上がる横川さんが見たい。まあ直接この目でやっぱ、ハトクマは見たい。横川さんが最後に出られた2019年、この頃はハトクマはね、まあ大会には出てたけど、そこまでまだボディービルみたいには、まあなってたけどなってなかったみたいなさ、今ほどなってなかったんですよね。で、今やっぱ横川さんを間近で見てみたい。だからゲストポーズでも、ね、欲を言えばいいですし、まあ、もっと欲を言えばやっぱ大会に出られるね、横川さんが見たいので、それが JBBF でも何でもね、やっぱ見に行きたいなって思うんですが、まあ、そのステージ復帰については特に言及されてませんでしたので、まあ、今後ね、どういう風になってくるか。まあ、ただ、一旦ですね、FWJ の大会にも出る出ない、どうだみたいなね、皆さんも結構期待されてる方いたと思うんですけど、そこに関しては、まあ、出ないということで、一応ね、横川さんに関してのそういう動画を作ってきたので、終止符を打とうという感じも込めて、今回この話を冒頭させていただきました。皆様はね、横川さんについてどう思われますでしょうか？ゲストポーズでいいから、見たいよねっていう方は、ぜひコメント欄書いていただければと思います。そして、まだ話続きますよ。この話もね、今、世界の話でね、ちょっと興味深いなって思ったので話すんですけど、ビッグラミーミスターオリンピアサイドに嫌われてる説。まあ、そんなことはないと思うんですけどね。はい、今そんな、まあ、話が出てまして、それがなぜかというと、発端はですね、この画像でございます。ミスターオリンピア公式のインスタグラムがですね、アーノルドクラシックの、まあ、結果を上げました。まあ、そこでサムソン・ダウダが勝ったぞとかね、なんかそんな話をしてるんですけど、この写真、皆さん見て何か思いませんか？トップ4が乗ってるのかなと思いきや、いや、これ一番右ショーン・クラリダ、5位だよねって。一番左が2位のニック・ウォーカーで、その隣が優勝したサムソン・ダウダで、その隣がアンドレイ・ジャックと、その隣ビッグラ、え？ビッグラミ4位だよね？ショーン・クラリダ？え？ 5 位だよね？え、なんで？っていう感じで、そのコメント欄には、ビッグラミーどこ行った？おい！っていうようなコメントで埋め尽くされてます。なぜ、4位のビッグラミーがここにおらず、ショーン・クラリダがいるのか。ビッグラミーが遠く離れてるわけではないです。これは表彰式の画像なので、ビッグラミーは近くにいるわけですよ。なのになぜ、
ニックウォーカーの隣にいるはずのビッグラミいなくなっているのか、切り取るのであればそこ5人全員切り取るか、トップ4なのであればショーン・クラレダを外してもいいし、トップ3ならこの真ん中3人、サムソン・ダウダだけでいいならサムソン・ダウダだけのものもありますので、それでもいいんじゃないかということで、今ね、なんかいろんな考察がされてます。最近ね、考察系流行ってますよね。ワンピースの考察とか、ハトクマもね、たまに見るんですけれども、皆さんは、まあ、単純にね、これなんでだと思いますか？まあ、一つ上がっている、まあ、意見としては、昨年のピッツバーグプロ。このピッツバーグプロっていうのは、まあ、超偉いですね。マニオンさんっていう方がね、主催されている大会ということで、ここのゲストポーズには、毎年オリンピアのチャンピオンクラスがもう集まります。まあ、その年の優勝候補って言ったらいいんですかね、がめっちゃ集まって、昨年で言うと、デレク・ランスフォード、ニック・ウォーカー、ブランドン・カリーとかね、そういったそうそうたるメンツが集まりました。あと、ハンター・ラバラダも来てたのかな。ただ、昨年本当はデレク・ランスフォードではなくて、ビッグ・ラミーが呼ばれてたんですよ。ただ、ビッグ・ラミーがなんか来なかったんですよね。まあ、ちょっと理由はあったみたいなんですけど、その代わりにデレク・ランスフォードが来て、で、来たら来たで、デレク・ランスフォードめっちゃでかくなってんじゃんみたいな、これオープンいけんじゃないのみたいな、まあファンからするとある意味いいサプライズではあったんですけど、ただここでビッグラミーちょっとこの偉いサイドに嫌われたんじゃないか説っていうのがありまして、まあ今回ミスターオリンピアの公式でもこういう感じでビッグラミーが省かれてるんではないかというような話が出ておりました。ということでどう思いますか、改めてですけど皆さん。ただハトクマはそのミスターオリンピアの公式ってビッグラミー上げてるんですよ、普通にアーノルドクラシックの映像を。だ本当にその外してるんであればビッグラミー自体を上げないじゃないですか。まあ、こうなってくると単純にただ本当に何の意味もなくこうなっただけなんじゃないかとも思えるし、たまたまねこのインスタ上げる人がまあ、サムソンダウダアップにしようと思ってただ他の選手も乗せたいなっていうので切り取ったらたまたまこうなっちゃったみたいな、その可能性もあると思うんですよ。ということで、まあ、ハトクマは、ま、特にね、深い意味はないと思うんですけれども、ただ今ですね、ミスターオリンピアの公式とかで、あとはま、いろんなね、YouTube チャンネルとか、インスタとかで、ビッグラミーが省かれてるぞ、というようなね、話が出ておりまして、ハトクマもその話ちょこっとだけ、触れさせていただきました。ちなみにビッグラミーですね、そんな話もあれば、まあ、毎年ですね、やっぱビッグラミーのファンっていうのはね、ハトクマも含めていっぱいいますと、マスモンスター信者っていうのはいっぱいいますから、そんなファンたちはですね、ビッグラミーは優勝を盗まれたんじゃないかというような話をしております。まあ、ここについては、まあ、妥当な順位だったとは思うんですけれども、まあ、確かにですね、ビッグラミーのコーチであるチャド・ニコルスが挙げたこの大会前のビッグラミーの姿、このもうね、バッキバキな筋肉、そして圧倒的なサイズ、もうそこから繰り出されるモストマスキュラーのこの岩、岩石の巨神兵みたいな昔遊戯王にいたじゃないですか。守備力2000でさ、生贄しなくて出せるやつ、もうあんな感じ。人類同じかっていうようなね、人なんですが、まあね、こんだけすごい体で、まあ特にサイドポーズを取っている時のやっぱこのハムケツ、ここのカットがビッグラミーすごいんですよね。で、まあ上半身の厚みはもちろん、もうナンバーワンじゃないですか。なんでこういうポーズを見ると、うわ、ビッグラミー、まあ、どうだろう、いけるのかなとか、ビッグラミー、いってたんじゃないのって言われたら、あ、確かにでもこのポーズいいよねとか、まあ思ったりするんですけど、で、バックポーズ取っている時のケツのストリエーションなんかもビッグラミーすごい、ふわっとね、線が走るんですよね、しっかり。なので、まあ絞れてるように見えますし、まあ背中に関しては、やっぱりこの腰回りが潰れて見えるというところで、まあプラスポイントには絶対ならない。ただ、2020年のオリンピアを優勝した時でも、まあ別にこうはなっていたので、まあその時よりちょっとこの、潰れる面積が大きくなっちゃってるのかなっていうぐらいで、でまあ一番言われてるのはだからコンディションなんですよね。2020のビッグラミーのコンディションは本当にズバ抜けて飛び抜けてたと。ただ最近のビッグラミーのコンディションがちょっとその時よりは甘くなっちゃってるっていうことで、まあ確かにサイドポーズとかバックポーズを見ると絞れているように見えるんですが、フロントポーズを見た時の腹筋だったりとか、大腿四頭筋に走るこのカットだったりとか、こういったところが他の選手がくっきり入っているのに対してビッグラミーはちょっと薄れて見える。だからフロントポーズで見た時のコンディションがあまり良くないんじゃないかっていう、まあ意見もあって、まあ太熊もそうかなっていう風に思うんですよ。便乗すんなって言われちゃうかもしれないですけど。なんで、まあ、ハトクマの中では、ビッグラミーがトップ4だったっていうのは、まあ、そんなにおかしくない順位。まあ、これでショーン・クラレダが勝ってると、さすがにま、サイズ差もあったし、ビッグラミーそこまでね、めっちゃコンディション悪いわけでもなかったから、どうだろうみたいな風に思ったかもしれませんが、まあ、アンドリュー・ジャックドなんてめっちゃコンディションも良かったし、やっぱり、プロポーションアウトラインがもう素晴らしすぎる。で、ニック・ウォーカーに関しては、サイズもあって、コンディションが今回もう本当に抜群、ピカイチって言ってもいいぐらい絞れてた。で、サムソン・ダウドは、本当にもう弱点のなさがもうズバ抜けていて、でその中でビッグラミーはちょっと前面のコンディションというところが、あとはまあ腰回りも
まあ、プラスかマイナスかで言ったら、どっちかっていうと、マイナスにはなりやすいと思うんですよ。なので、まあ、そういう評価だったのかなって思うんですがと。まあ、大会結果の時に、まあ、ちょっと喋ってることにはなっちゃうので、同じようなことを言ってるかもしれないんですが、まあ、ちょっと今ですね、ビッグラミがミスターオリンピアから省かれてるんじゃないかどうかとか、まあ、この順位は妥当なのかどうなのかみたいな話があったので、改めてですね、お話をさせていただきました。まあ、その話題が上がったこと自体ね、数日前なので、ハトクマ押せよってそもそもね、なっちゃうかもしれないんですけど、皆様ぜひですね、ビッグラミーについて思うことがあれば、概要欄とかコメント欄にガイドライン設けてはおりますが、ぜひね、書いていただければと思います。またですね、ハトクマチャンネルの登録もぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。